はい、どうもこんにちは、ベンベンです。今回は APEX の運営陣がシーズン17のランクに関しての振り返りとシーズン18にどうしていきたいかっていうのを公式のホームページで公開していたので、そちらの方をまとめていきつつ、今ねツイッターとかでこの話話題になってるんですけど、ちょっとなんか書かれてることとみんなが言ってることずれてるなというか、その辺をねちょっと訂正していけたらなっていう風に思います。ということで、まず最初に今回運営がランクマッチの振り返りとして出していたのが、大きくこちらの3つの意見になります。 LP 獲得量が多すぎたよっていうこと、そしてあとは最終まで残る舞台数がめちゃくちゃ多くて、これはバトロワ的に激しくてよかったねってこと、そして最後にジョイタになればなるほど自分よりスキルがはるかに下の人とマッチするようになっちゃってたから、そこ変えたいなってところ、こんな感じですね。でこれをもとに運営たちはシーズン18でどうしていきたいのかっていうのをまとめると、こんな感じ。基本的には大きく2つに分けれて、1個目の大きなやつが獲得 LP を減らしたり、ダイヤ以上のマッチをめちゃくちゃ難しいものにするっていうためのアップデート、そしてね下側のまとめとしてはアンチダメージとかアンチが収縮する時間を調整することによって中盤でもいっぱい戦闘が起きたり、あとアンチ外待機をしているプレイを減らしたりということをやっていきたいなっていう感じのシーズン18への運営の展望でした。確かにさすがにマスターの数これはやばいよね。これ運営が公式ホームページでついに公開した今シーズンのランクの分布表になります。運営はこの水色のライン、こんな感じの形を目指してるらしい。マスター多すぎと、まあここまでね運営の反省とシーズン18でどうしていきたいのかっていうのを話していったんですけれども、もうここからはねちょっとツイッターで間違えた情報をもとにみんなが批判しているので、そこについてちょっと解説していきたいなと思います。これ確かにシーズン18へのアップデ内容だけパッと見で見ると、いやいやそこじゃないってなるじゃん。獲得できる LP を減らしてマスターに行きづらくするとかじゃなくて、そもそもマッチが思んないんや今っていう、感じで思う人多いと思うんだけど、マッチのメイクに使われている内部レートがダメなんじゃんって思ってる人多分今多いと思うんですよ。ただ今回ホームページで公開された振り返り、これを見ると、あ、悪いのって内部レートじゃなかったんだっていうのが分かるようになります。そこをねちょっと解説していくと、まず現状 APEX はマッチメイキングレート、要するによく言われる内部レートですね、これとあとランクポイント、これの2つの指標で今の APEX のランクマッチは成り立っています。で LP に関してはみんなが表から見れるポイントがどんどん上がっていくやつですね。でマッチメイキングレートは何なのかっていうと、まあ、ざっくり言うとその試合でどれぐらい活躍したかっていうので溜まっていく指標です。で基本的に今の APEX っていうのはマッチメイキングレートでマッチングするんですよね、ランクじゃなくて。だからゴールドでダイヤレベルのマッチメイキングレートを持ってる人とマスターでダイヤレベルのマッチメイキングレートを持ってる人、これが本来はねゴールドとマスターなので当たるはずがないんですが、マッチメイキングレートが一緒だったら当たるっていう風なシステムになっているっていう風にみんな思ってたんですよね。でこれをそう思ったままで今回のねシーズン18へ向けてのアップデート批判している人が多すぎるんですよ。これ公式ホームページで今回出た情報としては、マッチメイキングレートってそういう使われ方じゃそもそもなかったっていう話です。どういうことかっていうと、マッチメイクにマッチメイキングレートとランク高い方が採用されてます今。だから例えばゴールドでダイヤレベルのマッチメイキングレートを持ってる人はダイヤ帯でマッチするし、でもダイヤレベルのマッチメイキングレートを持っててマスターのランクを持ってる人はマスター帯でマッチするんですよね。 OK ですか。だから結局は基本的に自分のスキル的に難しい方に行く。 APEX のランクマッチの試合が自分と同じレベルでマッチできて、基本的には自分の同じレベルかそれ以上でしかマッチできなくて難しいものになっていくっていうはずだったんですよ。じゃあなんで今シーズンこんなに接敵してなんか簡単だなって感じるのかっていうと、獲得 LP が多すぎたせいでみんなのランクが上がっていくのがめちゃくちゃ早くて、マッチメイキングレートよりもはるかに高いランクを持つ人がいっぱい現れたんですよね。だから今シーズン例えばダイヤだけどマッチメイキングレートはゴールドとかシルバーみたいな人がそもそもめちゃくちゃ多かったんですよ。でその結果何が起こったかっていうと、マッチメイキングレートとランクって高い方が採用されるんで、結局ダイヤ帯同士でみんなマッチするんだけど、そのダイヤの人数がめちゃくちゃ多いからまあレベル低く感じるよねみたいな。だから批判するべきはマッチメイキングレート、内部レートのシステムじゃなかったんですよ。これ分かりましたか。ということで今シーズンのランクで言われてた戦闘力が高いかどうか、今シーズンのランクじゃ分からんっていうのは、内部レートでマッチしたマッチで上がってたからじゃなくて、純粋にみんながめちゃくちゃランクが高いところに行っちゃったから、同じランク同士でマッチングするようになって、でもその同じランク同士の人たちが結局普段はゴールドとかシルバーの人だったよねっていう話みたいです。はい。なので LP の獲得量を減らせばマッチメイキングレートが正常に動作し始めて、今後シーズン18今まで通りかそれ以上にひりつく面白いランクマッチが待ってるんじゃないかなっていう風に今回のね振り返りを見て思いました。やっぱり運営そこまでバカじゃなかったね。うん。APEX の運営めっちゃ批判してるけど、まあ世界の大企業ですから
ね、そんななんかランクマッチの意味がなくなるようなことはしなかったね。うん。と思います。はい。だからやっぱ良かったなーって思ったのと同時に、いや、これシーズン18マジで楽しみだなと。ついに内部レートっていうこのシステムが、神システムだと世界に認められる、そんなシーズンが来るんじゃないかなと思います。本当にひりつくランクで楽しそう。はい。ちょっとね、ツイッターで結構エーペックス界隈で影響力がある人とかが、このシーズン18のアップデート内容だけを見て、勘違いしてね、批判のツイートとかしちゃってるので、よければこの動画拡散していただけると幸いです。シーズン18楽しみだよって人は高評価、チャンネル登録もお願いします。というわけで今回もベンベンがお送りしました。このチャンネルでは普段はこんな感じで、いろんな感度の解説をしつつ、時々ランクの立ち回り解説を掘り下げた動画も上げたり、たまに発狂してストロングゼロを一気し始めたりするので、よければチャンネル登録をお願いします。あと僕が副代表を務めるチーム BNZ、この度ゲーミング PC ショップのハイビスオンラインショップさんがスポンサーになってくださいました。僕はね、昔一回コラボ PC を出したことあるハイビスさんなんですけど、話しててね、品質のこだわりはもちろんのこと、その品質にこだわりつつめちゃくちゃ安く PC を販売している会社で、なんかね、一回安すぎて詐欺だろうっていう風にツイッターで炎上しました。はい、全然詐欺とかじゃないですよ。本当にちゃんとした PC が届くメーカーさんなのでね、これから PC が欲しい人や今買い替えを悩んでいる人はぜひ一度概要欄の方からハイビスオンラインショップさんの公式ページも覗いてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、いい夜を。Bye.